私は命を落とす。はあ？どういうことだ？私の心臓には念の刃が刺さったままだ。ルールを破れば、その刃が私の心臓を貫き死ぬ。これが私のルールと覚悟、制約と制約だ。私の能力は憎悪が生んだ恨みの産物。雲以外には全く通じない力だ。お前たちだから話した。多言はしないでくれ。 なぜだろうな。クモの頭が死んで気が抜けたのかもしれない。俺たちが黙ってりゃいいだろう。まずいんだ。奴らの生き残りに記憶を読む女の能力者がいる。もしあいつにこのことがバレたら、クラピカに勝ち目はなくなる。でもあの時はバレなかったよ。俺たちは奴らが探しているクサリヤローがクラピカだと知らなかったからな。 こっちからそいつに近づかなきゃ安全だろ。一応調べて、シロだと思ったんだから。他にも、信長ってやつがいる。こいつがヤバいんだ。クラピカを探してるし、俺たちを追うのも諦めていない。そいつは、お前らとクラピカとの接点を知ってるのか？いや。なら大丈夫だろ。その記憶を探ってやつの周りに、クラピカのことを知ってるやつさえいなければバレない。いや。 私がひそかと混濁を取っている。ひそかと？奴は私が鎖野郎だと知っている。一応協定は結んでいたが、奴の狙いだった蜘蛛の頭が死んだ今、どんな行動に出るかは。